今回紹介するのは「祝祭と予感」という本ですミツバチと遠雷の登場人物のコンクール前後を描いた短編集「春と修羅が聴きたくなる」ミツバチと遠雷が映画化されて公開されたらしい作者のオンダ・リクではないがどうやって映像化したのだろうと興味がそそられるそのうち見る機会があるかもしれない予告では アヨルと塵の連れ引きシーンが出ていた。なるほど結構素直な映像表現だなと思ったさて本書であるがコンクール参加者審査員や作曲者も含めての補足説明的な短編集である入賞者3人が仲良く墓参り子供時代の勝とあよるのピアノの先生する場面から始まる恩師に結果報告というわけだが 塵は関係ない。日本の墓に興味があってついてきただけだそんなのどかな場面6つの短編のうち私が最も気に入ったのは「けさとふらここ」「ブランコ」である作曲者である菱沼が「春と修羅。 コンクールの課題曲を作曲することになった経緯が描かれるこれはぜひとも聴いてみたい映画を見るか CD を買うかプロコフィエフの3番も聴きたいなぁ映画コンペティションを見た時以来のクラシック熱に浮かされそうだ味わい深い短編集直木賞並びに本屋大賞を受賞した人気小説「ミツバチと遠来上下下観」 文庫を3日間くらいで一気に読んでその勢いでこのスピンオフの短編集を衝動買いして読んだミツバチとえんに描かれているクラシック音楽については全く私は不安内でわからないのであるが期待のストーリーテラーである恩田陸さんにつられて読んでしまい引き続き このスピンオフの短編集も読んでみたあのコンクールの前後のことが描かれているのであるがとても面白く味わい深い内容だと思ったできればこれらも映像化してみてみたいと思う以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします